はい、ここが藪江大橋ですね。僕らの子供の頃は、いや、もちろん藪江大橋もないし、この遊歩道ももちろんなかったわけで、干潮の時に、ここからこの弁天島、ここですね、弁天島っていうところまで、歩いて渡れたわけです。で、この一帯、それとこの弁天島の呼子岩脈群ですか、ここの周辺っていうのはすごく荒株が釣れてたんですよね。で、この辺りですかね。この辺りで、伊勢海老を見かけたりもしました。ただ、ここはものすごく、船でこの辺にも釣りに行ったことがありますけど、もう怒りごと流されるような潮の流れで、とても危険な海域だったんですよ。もう泳ぐことはもちろん禁止で、この近辺は今でもどうかな、今でも多分釣れるんじゃないかと思うけど、特にうちはちっちゃい頃には鶏を飼ってまして、この辺に貝殻を、鶏にあげるための貝殻を取りに来てましたね。天秤棒で前と後ろに、持っていくんですけど、まあ貝殻って言っても湿ってますからね。で、最初はたくさん持っていく行こうとするけど、途中で、あんまり重くて、だん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 少なくなっていくわけですね。親父はもうたっぷりどっさり持って帰ってたけども、僕はまだ子供でちっちゃかったので、最初はたくさん積むけども、もう途中で少しずつ少しずつ捨てて、うちに帰り捨てた時はもうほとんど少なくなってましたね。で、その砂を取りに行く楽しみのついでに、この辺でその荒株を、餌をこの辺で調達して、荒株がすごく釣れましたね、ここ。ただし、干潮の時じゃないと渡れない島ですから、これ満潮に、このように満潮の状態になってくると、もうこっちの陸地、こっちが陸地ですね、陸地に帰れなくなるわけですよね。でもう最終的にはこの辺で、もうこの辺を渡る時には膝ぐらいまで水が、来てたりしましたね。ここでもよく釣れました。ここでも、ここでは祭りポイントだったですね、子供の頃は。この一帯の海域はもうカブトガニがいて、カブトガニを最初に見たのはこの海域だったですね。今もいるんでしょうかね、カブトガニ。天然記念物になってるんですよね。サザエも、この近辺にはありましたね。だから、こちら側、この磯あたりもよく釣りをしてました。もうこの辺はもうほとんど砂岩だらけで、石好きの僕としてもあんまり興味がある石はないんですけども、藪江大橋のこの藪江川の、この辺りは、化石が
取れます。今でも取れますね。1、2年前に行った時もやっぱりありました。でも化石って言ってももうほとんどが木の葉っぱの化石だけです。葉っぱの化石、まあ、高いところにあるので元それが崩れて下に落ちてきているような状態ですけど、降りていくとここで化石を今でも取ることはできます。ただやっぱり単純です。木の葉っぱしかないので、木の枝とか木の葉っぱですね。ここは本当弁天島っていうのは僕らの子供の頃の遊び場でしたね。だからこの呼ぶ港大橋ができる前は、対岸のこの壁島っていうのは連絡船で渡し船で渡らないといけない島で、なかなか、行けそうで行けない場所だったわけですよね。魚釣りがと好きな人はこの船で、大人たちは船でこの界隈に、この壁島の裏側とかですね、釣りに行ってたみたいですね。でこっちに、瀬があるんですよね。瀬がですね、どこだ、これかな、これかな、多分これでしょう。そうですね、この島の界隈にもおじさんと一緒に船に乗って釣りに行ったことがありますね。ただ子どもの頃考えるとここはもう途方もなく遠い場所だった。エンジンがついてないわけで、手漕ぎの船、天馬船っていう船なので、それはそれは、ここにも行ったことありますね。もうここら辺は綺麗です。とにかく水が海水がすごく綺麗で、まあ、昔の思い出ですね。弁天島っていうのはだから僕らにとってはこの島はちょっと、夏休みにはまあ学校からは、水の流れが激しいので泳いだらダメだと言われてるわけなんですけど、釣りは行ってましたね。釣りはこの辺はもうすごく行ってました。今どんな魚がおるんでしょうね、この辺。こっち側の海よりもこっち側の海の方が魚がいた気がします。ただし荒株はさっきも言うようにこの界隈にいたんですよね。この辺に荒株多かったですね。もう次から次に釣れるというような状態、5回を掘って、釣るともう次から次に釣れるという状態だった、懐かしいですね。そんな思い出です。